J1 昇格プレーオフ見てきましたよ。面白かったですね。いやもうなんか音の迫力がすごくて、引き分けでいいヴェルディが勝って決勝進出と。いや国立見に行きたいな、国立。だけどね、翌日には小野伸二さんのラストゲームがあるんで、ダゾンで見ましょうか。なんだ、まあこの4試合サッカーを、4日間見てきて、まあこのやっぱり B リーグも面白いし、マリノスはやっぱり最終戦でアルビレックスに勝てず優勝を逃し、コンサドーレは7年連続アウェイ最終戦に勝つ、そしてヴェルディがあと1個勝てば16年ぶり J1 と昇格なるかと。いや4日間もうサッカーを満喫して、あとはもう札幌に帰って小野伸二のラストゲームを盛り上げれるように、安全に帰りたいと思います。まあ、今日ね、あんま寝てないんでちょっと、北海道帰って、小野伸二ラストゲームを盛り上げるためにいろいろね、動画とか文章とかまたやろうと思います。取りすぎヴェルディありがとう。帰ります。